群馬大学理工学部電子情報部門准教授の高橋義孝です。デジタルホログラフィーを用いた形状計測というタイトルで、位相シフトデジタルホログラフィーの二波長法による形状計測用画像フィルターの開発について紹介させていただきます。はじめにホログラフィーについて説明します。レーザー光を二方向へ分け、一方を資料に照射する物体光、もう一方を参照光とし、その物体光と参照光の干渉磁場、具体的には右下に示されているような画像を記録します。従来のホログラフィーでは、この記録に写真看板を用いていました。現像して干渉磁場が記録された写真看板に、記録した際と同一の参照光を当てると、物体の画像が三次元的に再生されます。デジタルホログラフィーでは図のように写真看板ではなくイメージセンサーで画像を電子的に取得します。再生にはパソコンを用いて実際のホログラフィーに光を当てたのと同様の演算処理を行うことで画像情報を取得します。従来のホログラフィーと比較すると現像処理が不要である光強度と位相をそれぞれ抽出できる柔軟な画像処理が可能であるといったことが特徴として挙げられます。こちらはホログラフィーの取得に用いた実験系とパソコンで取得されたホログラフィーです。得られたホログラフィーから再生像を計算した例を示します。この時、計測物体からセンサーまでの距離は167ミリだったのですが、計算に用いる再生距離 Z を変えてみると、Z イコール167ミリの時に鮮明な再生像が得られ、それ以外ではピンボケ画像となり、1枚のホログラフィーに奥行き情報、すなわち3次元情報が記録されていることがわかります。このデジタルホログラフィーを用いて物体の形状計測を行うには、位相シフトデジタルホログラフィーという手法と、二波長法という手法を合わせて用います。位相シフトデジタルホログラフィーとは、ナノメートルオーダーで精密に稼働できる PZT ミラーを用いてミラーを制御し、位相を2分の π ずつシフトしながら、ホログラフィーを4枚取得し、計算する手法です。二波長法とは、光源の波長を変えて得られた2枚の位相像の差を計算することで、形状画像を取得する方法です。これら2つの手法を組み合わせて、形状計測を行います。実際の形状画像取得手順を示します。わずかに異なる2つの波長、λ1、λ2 で、位相シフトにより、それぞれ4枚のホログラフを撮影、ホログラフィーを撮影し、これらから得られる強度画像、位相像のうち、2つの位相像の差を計算すると、位相差像として、このような形状画像が得られます。ただし、拡大してみると、この画像にはレーザーの特性に由来する、このようなノイズが多数現れます。そこで、このノイズを除去するために、画像にフィルターを施す必要があります。ところが、従来のフィルターでは、取得した形状画像が劣化してしまう性質がありました。そこで、当研究室では、このような劣化を防ぎ、形状維持性能に優れたフィルターの開発を行いました。下のグラフは数字の部分の断面を青線でプロットしたものです。従来のフィルターではこのように段差の角がなまってしまっていることがわかります。一方、開発したフィルターではそのような劣化が抑えられていることがわかります。こちらがフィルター前後の画像です。ノイズもきれいに除去されていることがわかります。当研究室ではデジタルホログラフィーに限らず、光を用いた計測について、いろいろな研究を行っています。